文国製のパッシブはスキルを相手に与えるとハックが20%進行し100%になった状態で通常攻撃当てると追加ダメージと自分の HP が回復します敵の一番上のアイコンを見ると分かりやすいですまたスキル使用後の次の1回目の攻撃に関してもハック進行がありますのでうまいことこの辺を活用して敵に当てたいところです スキル1は結構長距離射程の3発のヒットスキルです。これはヒット判定の時に近場に敵がいればそれに対しても当たります。スキル2はブリンクで壁抜け、かつ近場の敵に強力なスローの一発が飛んできます。ただ、スローが飛んでいく範囲は結構狭いので注意が必要です。抜けれない壁に関しては突っかかりますのでここも注意してください。そしてスキル3です。これは広範囲に対してダメージが与えれる AOE スキルになってます。 見てわかる通り当然パッシブの効果も重複してくれますただ注意点としては敵が範囲の後ろに行ってしまうと一切ダメージがありませんまたウルト使用中スキルを使うこともできます今回はランクで沼りちぎってしまったので土地狂ってもう初めて使うモンゴク製をミッドでやっていますよろしくお願いします 味方に大学生的には日本人の散波っぽいのがいますね。さあ、まずは開幕いつも通りスタートダッシュを決めていきます。この、ま、昨日紹介した真ん中のところのカウント、これを見るようになってからスタートダッシュでとてもやりやすくなりました。クマは早速 TP でお金拾いに行ってますね。 でこのまま下の方にムーブしていきます。熊は無,無難に上のお金を取ってますね。ただこれ敵も早くて上取られてます。下ですね。下取られてます。で、敵が味方のジャングル入ってきてるので、すかさず相手のところに行けってピンク出してるんですが、このジャングルはマジここやってるんですよね。もうこの時点でもう俺こいつ終わってんのかなと思って。しかもあに味方のせいが走っちゃってんですよね。あっちの。 ま、寄ることも大切ですが、これでボットロファームげ激落ちですね。もうこれ <laughs>。で、しかも赤箱に寄たって、変な方にずれちゃってますから。ああ、もうこの試合やっちゃったから、もう本当にこれ何連敗 ?4 か ?3 か ?5 かちょっとわかんない。とりあえずめちゃめちゃ連敗してる最中で。で、しかもまだ青、青バフで晴れちゃれてるんですよね。もう私もあれ完全にもう寄る気なしですね。もうこの試合は、もう、知らんと思って。とりあえずミットでなる早。 4にすればいいかなと思って寄ってます。で、今も、えー、と、1分で沸くので、どっちかのサイドに寄って、そこ拾えてそのまま場外アイテムキャッチする。ただ、上側に敵がいるので、ボットサイドのところに今1取ってました。で、ここでレベル3ですね。で、玄中もウェーブ処理早いですが、文ク星も重なっていれば、1ヒット多段ヒットしますので、このまま、まあ、玄中とさほど変わらずファームできてますね。で、ただ、最初のリッシュとお金と場外アイテムですね。この辺で玄中と比べても多分レベル差ついてますので、 あとは当たり方次第かなと思うんですが、やっぱりスティールされてるので、レムがレベル4になってないですね、この時間帯で。で、かつ、こいつミッド数奇ーーかーと思って、まあただ、 ま、これは、吸わなかったっちゃ吸わなかったんですけど、ああやってレーン横断すると敵から丸見えなのでやめた方がいいです。ただ、レムがブッシュ待機してますね。で、敵来るのを見てます。ここで寄って当たりますね。3-2で当たってるので、これやめてほしいと思ったんですが、行きますね。で、敵も全力で落としに来ますね。ただ、これがナタがちょっとグリーリーでしたね。で、私のウルトが綺麗に入って、私に1キルが来ないという感じですね。ただ、ま、これでファーストブラット拾えたので、ラッキーという展開で一旦リコール挟みます。 今のはよくクマが見ていてミッドにガンク来てくれてましたね。まあ味方のクマは今のを見た感じ、ウルトの使い方も分かってるのでうまいなっていうふうに思ってます。ただ金さがまずいですね。この時点で開幕によたっていた聖栄と相手のファームしてた急登中で100円近くの差がもうできちゃってるので、これは本当にあんまり良くないです。 ただ、味方の伝説参波分かってますねし。しれっとカエルを取ってくれてます。これは非常に助かりますね。で、現地もミッド寄ってきてますけど、まあ、このまま数勝ってますので、当たってもいいのかなと思いつつ動いてます。このジャングラーのレム先生、ファーム食べないのはいいんですが、ちょいちょい連王をお団もろにしていくので、場所が丸分かりなんですよね。 私がジャングラーだったら確実にこれ赤バフやってるの分かってますので、まあ、この場合ミヤも含めて、まあ、そこに取りに、まあ、プレスかけに行けれるっちゃいけれますよねだからあまりそのヘルスがフルじゃない状況でしかも敵が見えない状況っていう形でああいうふうにレーン横断して、まあ、ジャングル行っちゃうと、まあ、ガンクしてくれよって言ってるようなもんですからあまりあのまあ褒められた動きではないですね気をつけて 基本的には今みたいな形でレーンをプレイするとき敵が消えたら必ず敵消えたっていうのはピングで知らせた方がいいです。まあこれ言ってもま聞かない人もいますがやはり言うよりは言わない方がっていうところで基本的には私使います。ただまあジャングルだったりとかサポートしてるときは言いようがないので使いませんがまあソロレーンでレーンプレイするときは必ず言います。 で、ここでもですね、今確実に敵のジャングル入っていくんじゃねえのかと思ったけど、<laughs> まぁヨタヨタしてるんですよね。ボットにいっぱい見えたので、ここは相手のジャングルが正しいです。で、いや、まあ、それ、ますじゃねここで。で、まあこのままウルトで巻き込みで、赤バフも一緒に行くと思いきや、このまま敵の方までさらに行ってますね。ただ、クマがうまいこと来てくれてましたね、今。 で、まあ、美味しく2キル拾って、相手のジャングル荒らすのかなぁと思いきや、んミッドに私は行って、味方が荒らし。ただ、敵のガルダがないス p ですね、これは。さすがにちょっとやばいんで、これ、えっ、ー、と、瞬心玉、フラッシュこきました。今みたいなとこで、使わなくてもいけるのかなっていう判断ではあったんですが、まあ、ケチって死ぬよりは、えー、使って生存した方がいいと思います。 ここもそうですよね。またレム先生レーン横断するんですよね。ということは、相手からしても、あ、やべえ、レム走ってきているな。これカエルカウント始まってるから、警戒してるんだろうな、っていうことで、カエルをする、またはカエルに寄ってるっていうのがバレちゃうんですよね。せっかくこの状況で見えない状況を仮に作ったとしても、相手はもうカエルにね、ジャングラーがいるっていうのが分かってますから、まあ、これは最速出てきたんで良かったケースですが、やっぱりああやって安易にレーン横断をジャングラーがするのはあまり良くないですね。 でまあ、敵が下に寄ってますが私は場外アイテム確保っていうところを優先してますここはもうミッドの近いところの茂みに置いてますねクマ、まあ、さんにファーム取られるのが嫌だったっていうのもあったんであそこに刺しましたただ時間があればもうちょっと敵の奥側のジャングルの方に刺してもいいと思います でも、スキルをファームするためにガンマしすると、やっぱりマナがきついので、マナが欲しい時は、青バフくれーっていう形で、ジャングラーにピング出した方がいいですね。まあ、今のは若干くれるのかくれないのか微妙なジャッジでしたが、まあ、くれるという動きをしてくれてたと思いたいですね。これ、まあ、意思疎通できないと、たまにこれで拗ねちゃうジャングラーいるので、お前なんで俺の青バフ取ってんだ 感じでもそれ以降ね青バフマジくれなかったりとかウルト使って青バフ取ってくるやつもいるんでねまぁ、あ、ここは本当に今人見ないといけないかもしれないですね普通だったらジャングラー上げるべきですけどねここ自分で言うのもあるですが敵が確実に下にガンクに来るっていうのが読めたので私は酔ってますで敵はもう数かけて21だと思ってるのでガルダがだいぶですねただまあスローが入って1スキューウルトでこのままお釈迦ですね で、合わせて、え、現地も結構ダメージ食らってて、味方も寄ってくれてますね、綺麗に。で、クマも来ていて、レムも来ている。この状態から、こちら逆にダイブ。ただ、位置付け偏差打ちしておけば、かなり射程が広くて、当てることができるので、この辺は、あの、使い所重要ですね。でも、この、まあ、さらに、これ、レーンカットしないんかないや、ですよね。レーンカットいきながら、もう本当にこれも攻めるピング出してるんですよね。イケイケなので、まあ、確かに数は勝ってるものの、なたなんですよね。シールドがちょっと怖いんですが、私もイキリブリンクしてますね。 で、うまいこと綺麗に入って殺せるかと思いきや死にきらずって感じですね。まあまあ今はトライする価値はあったのかなっていうところですね。で、マ、ま、ス、あ、すかさずレムが相手のトップ荒らし散らしてますね。いい感じですね。 まあただ、さっきのところ、クマダイブしてくれたらワンチャンにキルあったのかなとも思ったんですけれども、ま、カエルのカウント始まってるのを見て、はレムもクマも上の方に動いてるっていう風に思えば、ま、そっちはそれでありですね。それから見れば、1本目のオブジェクトもキャッチできそうですから、うん、うまいですね、今回の味方の3波は。 ただ、それに対して敵のよりもバリクス良くて、下に聖兵がいて、私がミット、上が3なので、もう数が圧倒的に負けてますから、これはちょっとまずいって、まあまあ全開で、ほぼ全開ですね。まあレムだけ生還できてますが、ここでまた急登中のウルトを私かまされていますね。でまあおとなしくここでウェーブだけ処理しながらって形で立ち回ってます。ただこれカエルが飛んでくるので、1本目はもう守りきれない形でもギブしてますね、ここは。 こういった形であそこ、仮に無理してあそこにいたとしても、まあ、敵4人とあれで突っ込まれたら確実に吹っ飛びますから、まあ、そこは無理して守る必要はなく捨てですね。捨ての判断は大事です。あそこで無駄に守って死んじゃったら全くもって意味がないので、まあ、ここは自分のレーンに来てしっかりとファームですね。 ただ、ここで思ったんですよね。相手多分猫チェックしてくるか、青バフじゃないかってことで、やっぱりそうです。ここでブッシュ待機ですね。こういうまあ判断がうまい人ってのは確実にしてくれます。あそこでああの安易に赤バフじゃなくて青バフ突っ込んでたら、今みたいなケース埋めなかったので、ここは美味しかったですね。で、連れた急登中も月中で、かなり美味しいです。 今みたいな形で敵の視界にどこまでが映ってるかっていうのをしっかりと理解してしげ、ま、茂み待ちするのは大事です逆に言えばああやって本当に見えない状況っていう時に安易に茂みに入ったらボコボコにされるので本当に気をつけた方がいいで今回は相手が荷落ちしてるので事、まあ、なきを得て普通に青バフスティールですねそこからレムさらに相手の赤に行ってますねここでクマも寄ってますからでさらにここ反転するんですよねでさらにもうい切り渡しウルトブリンクですねもう全力入れてます でクマもいい感じで突っ込んでくれてますので、まあ、このまま切る量産ですねで奥にいるんですけど、まあ、ちょっと凍中また急登中のウルトがやられてるのでここはちょっと諦めますで相手のジャングルだけ荒らして帰りますね で、ここも3パう上手いですね。要するにカエルのカウントが始まっている状況で3パで上をハードプッシュしに行ってますね。そうすると敵もあれ絶対守らざるを得ないような状況ができるので、上に人が釣れます。で、あそこで上に人引き付けておいて、その流れからの下ですね。で、カエルをすればフリーでできるんじゃないかっていう戦略だと思うんですが。 ここもパーティーならではの動きですね。しっかりと変えると、ここの妖霊が、えー、変えるじゃない変えるじゃない。ここ <laughs>、しっかりとマのウルゾに対して妖霊が覚醒してるので、一緒に移動できてて、上から二人セットのミッドでのガンク。あれは現中しょうがないですね。まあ、本当にうまいこと、パーティープレイできてるっていうような形で連携してますね。ここは私が取ってもよかったんですが、まあちょっとさすがに妖霊もいたので、妖霊にバフは譲ってます。 はい、ここも、いつであの、紹介した白骨張りにネクラプレイ大好きなレム先生ですね。もう本当に敵のバフ来るたびにあそこでブッシュ待ちしてますね。<laughs> まあちょっとカウントも余裕があったんで、とりあえず私は自分の青の方からスタートしてます。ただ、まあ、ちょっと、うーん、これは私の判断あんまり良くないかもしれないですね。結構時間かかっちゃったので、残りのカウントがきついっていうのと、まあ、ミッドにウェーブ溜まってたので、これはちょっとここで待ってるのバレちゃう位置ですね。ただまあ、気に沈み方も全員待ちますね。 また見えてたんじゃないかなと思うんですよね、ここね。まあ、ただ、釣れたんで、こっちの方でやってますね。で、さすがに今、ブリンクで敵の前に入るのは嫌だったので、横でブリンクしてスロー当ててますね。まあ、でも、柔軟戦もこの形で、最初からもう1人落ちてる状態で、まあ、今回も2人やって <laughs>、また急登中にウるとされてますね。ただ、これも確実に行くぞって形で、クマも選んでますので、ここで突撃ですね。まあ、いい判断です。 で、突っ込みますね。ここもさらに私、イキリブリンクして、ウルトですね。ここもさらに私、行かないですね。まあ、ただ、ガルダのこれもどうしようもないやつなので、まあ、このままガルダ先生もオチで、で全滅ですね。ただ、まだ全然時間が早いので、ここはさすがに敵リスポーンしちゃって降りきれないです。まあ、ここはバックピングですね。味方も普通に分かってくれてるはずですね。ただ、久保先生、は <laughs> は 頭おかしくなっちゃいましたね危うくパーティーメンバー引き連れてぶっ殺しに行きそうでしたね味方をいやー今のクマはなかなかにして面白かったですねいやーちょっと私はちょっと意図が理解できなかったですでこれはもうあのクールダウン早いのでウートも使って相手にバフ取られるっていうのを妨害するために全力で相手に盛り荒らしてます ここはもうカエルがリスポーンしてるので、とりあえずウェーブを押して敵の視界ですね、を取れるために、もここでガシガシに押してます。で、このウェーブもさらに押しますね。で、えー、レム先生が寄ってくれてるので、まあ、速度重視でこのまま来てウルトも張って、えー、カエルで処理してます。 ただ、ここですね。敵が2下に見えて、こちらも上に2見えてる状況で、ボットかなりなせられてますので、これ、マンちゃん猫だねのかってことで、猫に全力疾走2人でしてますね。今、一瞬映った感じ、猫のヘルスがまあ6割ぐらいですかね。で、まあ、味方チェックいってるので、大丈夫かって判断で、レムがオバフいったんで、私も寄ります。ただ、ミットでこれ、ガルダがよくわからんことしてて、相手のもう猫ギリですよね。で、まあ、妖霊がスティールして、相手完全には猫ミスりましたね。まあ、このガルダ先生がちゃんと寄ってたら、 結果違ったんじゃないかなと思いつつ、まあ、ウルトの中に突っ込んできて、おしゃですね。このまま、おバ吹くってって形で、まあ、ほに美味しい勝利テンプレみたいな感じになってますね。うん、まあ、うちのサンパと相手のサンパってことで、まあ、サンパパーティーのしょ、さって感じですかね。<laughs> 本当に今回、味方のサンパはうまかったですね。最初のレイム先生が大丈夫かと思いましたけど、あのー、急湯中は私にね、ウルトぶっかけんのが大好きなんですかね。<laughs> ずっとかけけられ続けてる気がしまますね、まあ、なんかすみませんちょっと変な意味はないですね、まあ、お金に関しても一番うちの稼いでない王霊と相手の一番稼いでるトップとの差が300ぐらいなのでうんなかなか相手の勝ち筋はもうないかなって感じのまあ、17と4のチームスコアっていうところもあってこのまま何事もなければ勝てる状況ですね ただ予想以上に試合時間が長いので、まあ、そろそろちゃんとしっかりと決めて終わらせたいところではありますねでまあちゃんとジャングルのスティールしてますねここもでクマ突撃ピン出してますのでトップタワーだいぶ確定な状況ですねでキュート中が安易に1人見えてますのでもうこのまま突っ込みますね まあそのあのダイブはもう正直耐えきれないので、まあ急途中落ちますね。でここ裏ちょうど溜まってるので、ウルトチャンスということで、このまま私も一気にブリンクします。ただ敵もね、なんとかうまいこと生存しましたね。これはまあ後ろにいたガルダに対して、位置すきどんどんどんで終わりですね。やっぱり射程が長いので、ここ打ち方ほんと大切です。偏差して、ちゃんと逃げる方向に対して打っておくと当たってくれます。でこのまま無理してタワー降りますね。 ただ、これもウルトがあるので、私完全にギキーブリンクして敵を抑えに行ってますね。今3落ちですから、この状況でいいかなっていうのと、まあナイス今後、無敵ですね。で、これが敵連れてますね。また、で、ここクマちゃんもいい感じに攻めてくれてますので、まあイケイケムードですね。ただヘルスがすげえローなので、一旦ここは引いときたいとこですね。ただまあ、味方もやっぱりここはしっかりと引いてくれて、えー、下のカエルですね、湧いてますので、そこにつなげる動きをしてます。 さっきの中バフでもそうでしたが基本的には文国製ですねクール短いのでウルトバシバシ使ってちゃんとこういう形でジャングルスティールするのが大切かつ、まあ、ライフスティールも積んでますので、えー、魔法吸収ですねこういう感じで HP が減っている状態からかましちゃえばもうすぐ全回復してくれます あとはアイテムのさっきみたいな形で突っ込んだ時に無敵ですね。アクティブアイテム使っておけば、まあ、敵も釣れる状況がだいぶ作れるので、あのアクティブアイテムの今後もおすすめ。で、このゲーム他のゲームと違って、無敵になってる時の表示が欠かしになるだけなので結構見づらいんですね。で、敵もあれなんでゲれないんだろうみたいなこともありますので、まあ、私も全然たまによくやりますから、まあ、そういうところで、あの、まあ、マイージがあのアイテム作っておくっていうのはおすすめですね。 ここは本当はちょっと無理して当たりたかった場所なんですが、まあ、レムが上で押してしまっているので、ちょっとさすがにこの時間帯で4対5、こっちから勝ちゲーな状況で投げるわけにはいかなかったので、突っ込まなかったです。このままトップサイドに移動しますね。猫、ね、のカウントが始まってるので、まあ、上の方で一発当たって、まあ、全開させておきたいなっていう状況。ただ敵が安易にジャングルの方の下から入ってきてくれて、熊が押さえてますね。ここはもう完全に私行ける、生きれると思って突っ込んでます。でここで先ほど言った混合を使って敵連れてますね。 で、味方もすかさず寄ってくれて、このまま4、4落ちだよな。4落ちに行きますね。ただこれもさらにもうここで行ければと思って、もう私も全力で追います。もう関係なしですね、死んでもいいと思ってますから、行ってますね。で、ここを抑え切れて、えー、まあ私はこれ行きますね。ただ敵がこの段階で2落ち、いや、2、2生存ですね。で、まあ味方がこの状況で霊園の環境もすごいいいので、おせおせですね。多分これ GG に行けるんじゃないかなと思うんですが、ですよね。 うん。味方4匹で敵3ですね。敵2か。で、あの、生きてるのが、猛量とナタだけなんで、どうしようもないやつですね。まあ、盛り切れず、敵、味方も賢く落としに行ってから、GG ですね。良かった。まあ、今みたいな形で、いける状況であれば、私の1デスは全然関係ないもんなので、まあ、私1で味方4人切ってくれれば、関係ないもんですから、まあ,あ、あいう形で突っ込むっていう勇気も大事かと思います。今回は本当味方の散歩が上手かったですね。最初にレム先生煽ってごめんなさい。 応援団装備です。今回は珍しくランカーの装備を活用しています。団長は魔女ですね。明治は魔女を固定かと思います。副団長にカボチャの胞子とカンガン。これも魔法力と吸収を上げています。応援団装備は、お掃除剣、杖持くん、経験値娘。これで魔法、えー、貫通、魔法吸血をバランスよく上げています。 経験値娘はとても強いと思います。続いて装備です。まずはクールダウンを、えー、欲しいのでスケート靴で15%を獲得してます。続いて天狗のお面。これで HP を上げながら魔法を強化、さらに貫通ですね。それに合わせて HP の割合ダメージの特殊能力も強力。 続いて、ステッキ。ここで特殊能力の移動速度がアップ。さらに、HP と魔法力、クールダウンが10%。この次に、無敵になれる、えー、これ、わらですね。これでさらに経験、えー、と、クールダウンが10%なので、ここで35%。残りが魔法の強化のアイテムを2つ積んでます。トータルで、魔法が大体これ全部フルビルドで1500ぐらいですかね。までいくと思います。以上です。 昨日に続き今日もプレゼント企画があります。重複応募 OK です。条件は3つ。1つはこのチャンネルを登録。2つ目に、えー、私のツイッターをフォロー。最後に該当のイベント企画のツイートをリツイート。以上よろしくお願いします。うん